はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ドラゴンクエスト3続きをやっていきましょう。今回はまずはまたランシールの地球のへそですね、ここに再チャレンジをして、でその後ヤマトのオロチと戦ってサマオンサに向かいましょう。こういう流れで今日はやっていきます。でミミックは完全に無視しましょう。もうザキとかでね、死ぬと一発で終わりなんで。だから前回行ったところまではもうそのままサクッと行って、ハンターフライ、これはもう無知で倒していこう。ギラとかも唱えてくるんだ。ここでな、ゆずちゃん20レベルになってくれると嬉しいけど。でこれは下に行きましょう。で右の方に進んでいきます。前回はね、左のなんか下の宝箱を取ったらミミックが出てきたんで、それはもう完全無視と。一人なんでね、死んだら即全滅っていうところが辛いよな。だったらなんか勇者で刃のブーメランで攻めるっていうのも良かったかもしれないけど、もうちょっとゆずちゃんで来ちゃったんで、このままゆずちゃんで行きましょう。で仮に全滅するようなことがあったらちょっとミカミックスに任せますか。ここもミミックとかないよな、賢さの種。よし、さまようよ。これは大丈夫だね、2ターンで蹴りがつくはず。うわ、ホイミスライム無理だ、2ターンじゃ蹴りがつかなくなってしまった。てか一番右のやつ倒せたっけ。あ、倒せない。しかもホイミを唱えられたと思ったら自分に唱えたのか。何も起こらなかったって言ってるからね。で階段を降りて、うわ広っこんな広かったっけ。なんかすれそうだったな。キラーエイプも出てくんだ。キラーエイプはそんなにヒットポイント高くないね。35で倒せた。ここの宝箱はない。階段、とりあえずあった階段を登っていこう。ん、ああ何にもないか。で下る階段もあるのね。さてここは下、引き返せってやつか。まあこれはもう全然仕方しましょう一応目が光ってる。別に何にもないからね、この引き返せを無視したところで。むしろ引き返すと話が進まないっていう。3ターンか。マミー4体だとどれくらい経験値持ってるんだ。まあ300か。でもえ、ここ、こんなにいっぱいいるのちょっと鬱陶しいんだけど。うおー、しかも行き止まりじゃねえかよ。魔法トーンとかもどうでもいいからね。キャットフライ1回で倒せないのか。うん、さすがに引き返そうここは引き返そう、無駄だから。こいつらの言うことに従っておいた方が良かった。きっとこっちじゃないよ、引き返した方がいいよって言ってくれてたんだな。人の善意を無駄にしてしまった結果だ。ちょっと薬草使いますか。あの宝箱さえね回収すれば
もう用なしなんだけど、マハチマタンゴがこんないっぱい出てきたのかよ。しかもさ、鬼面同士ってこう予想を見ていると思ったら、あっぶねえ。シャドウ、マジシャドウなんて唱えてくんのこれ、マハチマタンゴのくせに。危ない、シャドウは危ない、マジで。ただここは強引に行く。メダパニック効かない、よし。2回攻撃だね。1回はだいたい様子を見てるけど、そういうもんなの。危ない危ない、全然メダパニが効いてないね。おお、800、毒ガの粉を盗んでいた。レベルが上がったかと思った。なんか下の矢印が出てたから、どうしようかな、もう1個使っちゃおう。こここそもう完全にシカトだな。うんうん、火炎無化では大丈夫でしょう。火の息も大して食らわないんで。よし、宝箱近い。キャットくらいかな。意外に防御力高いね。20いくつしか当たんないんだ。やはり魔法は基本的に固定ダメージだからね、もう防御力は関係ないから。2ターンで倒せれば。よし、またレベルが上がらないか。そしてゆずちゃんはリレミトが使えないからね。歩いて帰らないと。小さなメダル、ブルーオーブ、よーし。ミカミックスで来た方が良かったかな。スカイドラゴンとかも出てくるんだ。ゴワッ、燃え盛る火炎がやはりきつい。おお、一人でかなりの経験値を持ってるね。レミラーマ覚えたね。よしよしよし、帰るときはさすがに何も言わないんだね。まあ引き返してるからね。鬼面同士とかもな、すげえ嫌なんだよな。メダパに効かない。キラーエープの攻撃力がなんかすげえばらつきがあるな。お、2回とも様子を見ている。鬼面同士も2回かかるからね、倒すのに。いやでもここの洞窟でゆずちゃんはだいぶ経験値稼ぎができたな。さてまたこのだだっ広いところの左下だよね。このフロア自体はもう宝箱がないから、一応ちょっとこういうところを覗いてみると、あれ、なんか先があるぞ。宝箱があるのかどうかだけ。1個あるのか。うわ、キラーエープがキラーエープを呼んだ。うわー、いっぱい出てきた。しかも ABC って当たるから、これ真ん中から当たってくね。そういう感じなのか。左から順番に攻撃してるけどさ、ダメージ量的には ABC みたいな。で、自分持ちの薬草がなくなっちゃったね。さまよう鎧。必ず一体ホイミスライムを呼んでくるな。うわ、またそしてホイミスライムはなぜかさまよう鎧にホイミを唱えてくれないっていう。かわいそすぎだろう。
大地の鎧やったぜ、なんかすげえの見つけた、来てよかった、まあ、装備はできないと思うんだけど、うん、装備できないね。ちょっとミカミックスに渡してみるか。今何装備してたっけ、そもそも鎧は。ゆずちゃん鋼のブーメランって装備できたんだっけ。ブーメランにしとけよかったかな。まあ無知でもね全然悪くないんだけど、これ戦士とかできてたら確実に1体ずつ処理していかないといけないからね。魔法使いが、まあ、強ければねイオラとかで一掃できたんだけど、さすがにね耐久力がないからね、かなりの死のリスクがつきまとってるから。3体だったら2ターンで始末できると思うけど、強いダメージを受けないもん完全に。じゃあもう帰り道でいいかな。ミミックはな、さすがにね倒す意味ないと思うから、別に小さなメダルを持ってるとかってないと思うんだよね。人食い箱も別に倒した後なんか宝箱の中身を手に入れた的なのはないけど、ギラを食らうのは痛い。うわさまよう鎧か、まあダメージ効率的にはやっぱ3体の方がいいからね。ただこのハンターフライギラを唱えてくるかんね。ここはでももう薬草手持ちがないからゴリ押すしかない。コイミスライムが先か。ゲッ、しかもかわされたけど向こうもマジックパワーが切れていたか。ちょっと2回使いましょう。あとは変えるだけ。ベビースタンが4匹もいる。逃げてった、ゲーすげえ逃げてったんだけど、ハンターフライのギラ何気に痛いな。くらい戦闘になるかな、ならないか。よし、無事帰還。おお、待っていてくれている。心配したぜ、でも無事でよかった。これこれ仲間内で騒がぬように、ともかくよくぞ無事で戻った。どうだ、一人で寂しくはなかったか。寂しくはなかったかって言われていいえだよねではお前は勇敢だったか。いやそれはお前が一番よく知っているだろう。さあ行くがよい。じゃあ並び替えで3レベルの差がついたな。ここで一回寝てからヤマタノオロチを倒しに行こう。あ、そうするとレミラーマだよね。特に何もない。レミラーマってあ2使うんだ。あ、もう宝ないんだっけまあ何はともあれ寝よう。60円か。さて、ではジパング行きましょう。で、手に入れた大地の鎧、これを、あー鋼の鎧とかなんか微妙な装備してたな。よし、これでヤマタノオロチをぶっ倒す。この間卑弥呼さんはずっとどうしてたんだろう。ずっと寝てんのかな、怪我が治らぬみたいな。
おお、でもみんな起きてるよ。良いな、いいえ。方法爽快ならば生きては返さぬ、食い殺してくれるわ。ここはもう全員命令だな。で、ゾンビキラーは装備してる。ゆずちゃんはまあ鋼の落ちているでしょう。どうしようかね、ルカに。やっぱ必須だよな。で、スクルトもやっぱり必要。下がれー、効かない。よし、ゆずちゃんは結構防御力高いから、上がり方が尋常じゃないからね。やっぱルカニが入らないと厳しいな。火の息か、火の息は大丈夫。燃え盛る火炎がな、強いんだよな。しまった、ゆずちゃんにあれを持たせるの忘れていた。薬草下がれ。よし、で今回はちょっと自分もじゃあホイミを唱えないといけないから、ももちゃんにしとく。でもう一回スクルト唱えとこう。火炎、火炎2回唱えられるとこれやばいぞ。おお、そしてミカミックスとユズちゃんのヒットポイントがまずいね。ただやっぱりアタッカーの方を大事にしたいから、こうだな。アカネちゃんどうするかだよね。シャドウ、もうメラミは効かないよ。痛い、死ぬ。火炎吐かれたら死ぬ。かなり壊滅的になってきたな、いきなり。シャドウはまあ通るか。戦闘中の呪文覚えていない、そう知ってるよ。ミカミックス意外にマジックパワーなんだかんだで増えてきたね。ただ自分が攻撃できないと全くなダメージソースにならないからね。ガー、ももちゃんやられたっぽい。これきついぞ。38とかも食らうんだ。これはもうちょっと諦めモードに入った方がいいね。ベホイニがないと無理だから、回復が追いつかない。次の燃え盛る火炎でやられるね。これゆずちゃんに薬草を持たせなかったのがちょっとあれだね、敗因だったね。まあ火の息は大丈夫だとして、結構頑張るね。おお、ああやった、これは完全にやったな。いや、やっぱりヤマトノオロチ強い。前回は結構運が良かったんだな。死んでしまうとは不甲斐ない。あと300でレベルが上がる。まったく。じゃあどうしようかな。てか生き返らせないと。これ3人蘇らせられるか。1400円、1人400円までかかったらちょっと無理だな。350円くらいでちょっと勘弁してもらいたいけど。いけ、400円かかる。ザオラのね、せめて覚えてればね、330台安い。ザオラル覚えている僧侶を蘇らせて、あとはザオラルで何とかするっていう。であと一応宿屋で寝るか。ヤマタノオロチとボストロールだったらボストロールの方が弱いかね。そうするとサマオンサに行くか。であと見つけてないところ、ここはまあ大丈夫だとして、ダーマはどうだったっけ。宝はないと。サマオサ先に行くか。ちょっと無理だったんで、
じゃあちょっとここはしっかりと見ていきましょう。宝はない。じゃあいいか。で、もう金400円しかないからな。何も買えんわ。とりあえずじゃあ情報収集だね。なんか城には近づくな的なことをみんな言ってるけど、王様は夜になると2階で1人で寝ているそうじゃん。城内とはいえ不用心だと思うがの。そうか、王様って1人で寝ないんだ。やっぱ護衛みたいなのつけるのかね。まあイシスもね、女王様護衛つけてたからね。地下格闘場、これ開けられんの？開けられねえか。ギャンブルはデータ、全てはデータなんだよって言ってもな。いや絶対スライム A だ。何言ってんの、スライム B に決まってるわよ。A とか B とかもうどっちも一緒だからね。左の方に城があるんで、お城へ行きましょう。一応ここも見ておくか。1個、はいはいはい。あれ、なんかいる。レミラーマ、怪しいものはない。町ではまた葬式が行われているようだな。こっちの方はレミラーマ。え、なに、どこ。どこが光った、光った、音が鳴っただけ。ちょっと遠くでもあれだね、光るんだね。さっき見えなかったよね、だって。よし、また小さなメダルもあげに行っても良さそうだね。そろそろ溜まってきたから。王様に呼ばれてきたのか。いいえ、では立ち去るがいい。どうせ嘘だろとか言ってくるよね。ほら。アポを取らないとダメか。こっち側から入れんのか。堂々と入っていく。この兵士もマジで無能だな。ここは台所。うん、小さなメダル、邪魔をしないでください。食事が遅れると死刑になってしまう。そりゃ必死だよな。盗賊の花、あと1個。一応レミラーマを唱えよう。ない。で、こいつらは？王様のためなら私たち何でもいたしますわ。王様はとっても立派なお方ですわ。なんだお前は。まあ確かにその通りだ。うぬらどっから入ってきたんじゃ。はっけー。そうだっけ、牢屋に入れられるんだっけ。で、そっか、抜け道があるんだよね、確か。もうちょっと探索しとけばよかった。でもこれが一番まともだよね。なんか知らないやつらがいきなりさ、城の中に入ってきていきなり王様に話しかけるんだからさ、それは不審だろう。しばらくおとなしくしているんだぞ。盗賊の花、ここでも聞かせよう。宝があるか、一応見るか。レミラーマ、ここでは開かない。すげえ、簡単に開くな。サイモンのように私も一生ここで終えるのかと。小さなメダル、もうあとはないからいいや。で、この骸骨は？返事がない。きっと魔物たちが人に取り付き始めたのですわ。おお、怖い。真実の姿を映すラーの鏡というものが南の洞窟にあるそうだな。そしてこの話を人にした途端、俺は牢に入れられたのだ。クソ、どうなっているんだ。お、これは本物の王様ではないか。誰かそこにおるのか。わしは国の国の王者。何者かがわしから変幻の杖を奪い、わしに化け負った。王口押しや。あ、宝がある。レミラーまで見よう。ここか。ちょ待って、お前に話したいんじゃない。命の石、命の石は持ってるとザキにね、かかった時に命の石が身代わりになってくれるんで。ではここから外へ出よう。
この墓場に出てくるのか。しかしまだ葬式は続いているね。とりあえず宿屋に寝て、じゃあそのラーの鏡とやらを取りに行きますか。あ、終わってる葬式が終わってる1日経ったからか。細かいな。どうしてこんなことに。ここはなんだ。とにかくね、アイテムが欲しいのよ。ここだけの話、王様がおかしくなったのはヘンゲルツェのせいだ。俺はそう思うんだが、あんたどう思う。いいえ、やっぱりな、あんたはそう言って思ったよ。ところでバシルーラされた仲間はルイーダの酒場に戻ってる。全然話が変わったないやいや、どっちも一緒じゃねえか。はいもいいえも。しかもルイーダの酒場って何、わりかし有名なのじゃあこっちに話そう。道具屋、特に何もない。あとは変わってないか。よし、じゃあ外に出て南へ向かいましょう。おお、ゾンビマスターとか。で、ちょっとあかねちゃんだけ命令にして、まず全員ガンガン行こうぜにして、あかねちゃんを命令させるにしよう。ベキラムが6、メラミも6、イオンにしよう。死体くらいだったらね、まだまだ。ゲーマホトラとかやばい。誰ゲーよいしょって。アカネちゃん、しまった、ゾンビキラーを装備してた。ひどくないか。でもきっちりと使ってくれるね、ひかづちの杖を。効かないとか。もうここは普通に刃のブーメランで行こう。アカネちゃんも攻撃でいいかな。ザオハルとか叩いてくんの。さすがゾンビマスターだな。レベル18。あ、聖水なんてそういや使ってたね。全く無意味だったな。どうする。これはももちゃんにあれかな、持たせた方がいいかな。ちょっと待って、作戦でもうめんどくさいからガンガン行こうぜにしよう。全員ガンガン行こうぜ。ベギラマ痛いな。ベギラマ返し、しかも効かねえし。ももちゃんは普通に攻撃をさせた方がいいかもしれないね。うわ、すっげえ食らう。普通に洞窟にたどり着く前にさ、減ってるからね。ちょっとイカズチの杖はアカネちゃんに渡そう。船とかここに来てるんだあ、アカネちゃん、そういえば回復してない。コングの攻撃を食らったら死ぬぞこれ。よしよしよし、いいね、節約してくれるね。うん、これでいこう。これが一番良さそうだね。薬草でちょっと全員分回復していくか。ベギラマ食らってそれなりに減ったからな。いきなり分かれてるね。右から行こう。あれ、もしかどっちも通じてる。ゾンビマスターがいっぱい出てきた。
の魔法トラ、なんで茜ちゃんから奪ってくのやめてくれ。ゆずちゃんから奪ってよ、ゆずちゃんから。マジックパワーあり余ってんのに。こいつらまず魔法トラとらえないと、そもそも初期マジックパワーがないのか。みんな魔法トラだし、ふざけんな。アメラミを止めるか、普通に。ザオラル蘇った。ザオラル、めっちゃザオラル使ってくんな。俺はアカネちゃんマジックパワー即切れるぞ。しかも効かないし。いや待て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 、これはあかねちゃんはマジで命令にした方がいいな。ちょっとメラミを乱発しすぎだ。一応宝箱の数は見ておこう。ないってことはもうそのまま進もう。骸骨剣士、イカズチの杖、とにかくどっちでもいいから使う。当たることか、マジかよ。すげえんだけども敵が。さらにいるかな。ゲン2回攻撃か。ルカナン攻撃は確かに理にかなってるな。ももちゃん19レベルというか、マジックパワーがもうめちゃくちゃなくなってる。ルカナンとか今覚えたのか。最悪リレミトで脱出しなければいけない可能性も出てきたな。まだ1回だからね。しかもベホマスライムも出てくるのかよ。これはベホマスライムにイカズチの杖を使う。やはりベホマスライムから排除していくか。これベキナマが通れば倒せるはず。全然効かねえんだけど。ベギナマって結構効かないね。効かないやつが多い。まあ何はともあれ、ベホマスライムは排除できた。キラーマンになるとね、ゆずちゃんの攻撃は通らないからね。このベギラマが入るか入らないかで全然違う。ともちゃんも3しか当たんないんだ。ここはもう1階がすでに広いな。しかもまた同じ組み合わせか。あれ、ベホマスライム1体多い、さっきより。さっき4体だった気がするんだけど。出たベホマ。キラーマーに使ってるし。ただベホマスライム自体はそんなに防御力が高いわけじゃない。かなりダメージが入るからね。よーし、あれ倒せないんか。もうこれはただイカズチの杖はキラーマにかけよう。大バギ効かない。蜂くない、効かない、効かない。おー、ルカなんか全然効かないね。こっちもちゃんはやっぱり防御力めちゃ高っていうか、あれだ。星フルでは装備してるから、あかねちゃんを、そうだ、なんか遅いなって思ったら星フルではゆずちゃんに装備させてたからだ。ちょっと防御力は下がっちゃうけど、ちょっと星フルでははあかねちゃんに戻そう。でゆずちゃんはガターベルトで、薬草使おう。こんなもんでいいか。でこの階段を降りて宝箱
なんか落とし穴とかありそうだけどな。128円、力の種。いやすげえ怪しいぞこれさなんか誘導させられてるよね。すげえガメゴンか。ダメだ、ダメージが通らない、効かない。しかもゾンビキラーにするか。確実にダメージを与えていこう。ちょっとここは草薙の剣、草薙の剣ってさルカナンなんだよね。あ、間違えた、攻撃をしてしまった。まあいいや、ネタしかもよりによってザメハそうか。じゃあちょっといいや、ゾンビキラーにして、イカズチの杖絶対効かないのかな。ガメゴンどうだったっけ、たまに効くっていうんだったらやってもいいけど。34どうなの。ちょっとももちゃんを命令にして、ルカラン使ってイカズチの杖にしよう。絶対ダメなのか、絶対通らないえ、効かないのかよ防御力硬いくせにルカナン効かないってもう最強やな。急所直撃ありがたいただだいぶパーティーがやばくなってきたな。とりあえずこの宝箱は取っていこう。これは宝箱を回収したら一回逃げるか。ヒャダルコ最悪死人が出るぞこれ。ヒャダルコ3連発されたら死人が出る、しかも効かないし、やばい。シャドウ強いね。刃のブーメランしよう、忘れないうちに。頼む、ゆずちゃん倒してくれないけど、生き残った、効かない。ちょっと戦闘が厳しい。21レベル茜ちゃん19レベル、トラマナマホトラ、最悪マホトラでマジックパワーを回収できるか。アカネちゃんもちょっといいや、回復させよう。24、これはもうここを回収したらあれだね、リレミットで脱出だね。小さなメダルを持ってこう。しかもでこっちとか何、うわーなんか怪しいけど本当大丈夫かこれ。ミミックインパスとなればよかったんだけど、しかしこちらはもう4人いる。ルカニを唱えよう。で、イカズチの杖ザキ、おお。よし、よしよしよし、だいぶ守備力を下げたな。ももちゃんはバッチリ頑張ってもらおう。2ターンで倒せるでしょう。ミミックは攻撃は弱いね。そうだよ、もうこのマホトラがすげえうざいんだよね、効かない、まあ、そういうこともある。4人でかかればね、なんてことはない。で、一応じゃあインパスで見てみる。赤く光っている赤く光っているともうミミック系なんだよね。でも倒していこう。ここはあかねちゃん攻撃しちゃったよ。あかねちゃんアサシンダガーに全てをかけるっていうのはありかもね。マホトラック、おお、俺から奪ってくるか。
この4つなんか全部ミミックっぽいね。そうするとインパスで見よう。赤く光っている。でもさ、そうするとさ、これも反応するんだよね、その盗賊の鼻に。あ、全部ミミックだ。なんかめんどくさいといえばめんどくさいな。ちょっとリレミトで出よう。で、アリアハンに戻って、ミカミックスのマジックバーも枯渇している。で、一回ちょっと自宅で寝ましょう。時々自宅に帰ってくる親孝行者。まあメダルが、ね、あるからねメダルがなければもう自宅に帰ってくることなんてないからね。まあ、いくらタダで寝れるとはいえ、宿屋もさ全然安いから。普通に宿屋が安いっていうのはいいよね。一泊すると普通さ何千円って取られるけどさ何十円とかそんなで泊まれるからね。さて、どこまでもらえるかな。それなりに集まったとは思うんだけど、全部で58枚。パワーベルトありがとうございます。忍び服、炎のブーメラン、よしよしよし。次は正義のそろばんか。正義のそろばんはいいわ。ちょっとごめん、もう一回、もうしょっちゅう道具を整理しないとダメだな。で、袋も整理しよう。種別順、悟りの書は茜ちゃんに持たせましょう。魔封じの杖とかいらんだろう。袋に入れとこう。命の石、雷の杖、悟りの書、これはちょっと必要だね。で、そこから忍び服忍び服、これは、おお、めちゃくちゃ上がる。で、パーティードレスなんて装備してたんだで、さらに炎のブーメラン、どこだ、あった。おお、146。これはでも草薙の剣と比べて、あ、全然全然遜色あるわ。ちなみに刃のブーメランっていうのは、あ、装備できるか。いやー、でもなー、83まで下がるの。83はちょっと相当弱いぞ。やはりゆずちゃん力がないな。そこはもうほんとしょうがないんだけど。で、どうしようかな。ちょっともう一回行くか。サマオンサに飛ぼう。で、薬草やっぱ補充しとこう。何気に役立つな、薬草は。炎のブーメランだったからね、そこでちょっとは違うと思うんだけど、とりあえず9個。袋。もう9個買っとこう。アモールの水的なものがないからな。これ下から出れる？なんか出れなそう。出れねえわ。向こうから行かないとダメだ。あれ、ここはちなみに全部取ったか。ラーの鏡はちょっと今回で取っておきたいよね。このパターンか。三日月の杖、コングだな。効かない。炎のブーメラン、なんか劇的に強くなった感じはしないっていうか、ルカナンからのコングはちょっときついな。おお、急所直撃。これでメタルスライムとかもね、ガンガン倒してくれれば嬉しいんだけど。まずはじゃあ左の方へ行ってみますか。こっちの左はガメゴン、ガメゴン、メラミ効くのか。
聞いてくれるとだいぶ違うんだけどな。でもさ、倒してもさ、ゾンビマスターに復活させられるよね。聞いた、倒した。もうマホトラか、本当にそれなりに奪われるからな。しかもマヌーサなんて唱えんのかよ。ガンガン行こう。これはお全員幻に包まれたけどさ、マホトラは関係ないからね。まあ最悪ユズちゃんから奪ってくれれば、俺から奪うと一気になくなる。お、50当たる。でもちょっと待ってね、作戦。これももちゃんやっぱりガンガンにしよう。行かずしません。よしよしよし、効くね。 OKOK。で、こっちもつながってるのか。結局はつながってのあっちの階段に行けってことね。出た、骸骨剣士。ただ女神が聞いてくれればガメゴンは速攻で倒せるからな。このルカナン攻撃はほんとずるいよね。聞かないたまたまか、聞いたの。もう一回女神を唱えよう。これマジックパンもう12使ってるからね、この戦闘だけで。効かないわ原則効かない。マジか。うわー、ミカミックスが寝てしまった。うおー30ザメハ使うんだね。一応イカズチの手にしとくか。もうさすがに女神は唱えられない。いや全く効かんわ。ガメゴンが一番ちょっと鬱陶しいね、この中で。マホトーン、勇者マホトーンなんて覚えるんだ割と万能感あるな。で次に鬱陶しいのがシャドウだね。ヒャダルコ連発されると。で骸骨剣士もなんか結局みんな鬱陶しいじゃんっていう。ルカランからの攻撃を仕掛けてくるからね。まあ、ベギラムがね安定して入ってくれればいいんだけど、もう絶対効かないからね。絶対効くっていうやつがいない、そもそも。また薬草だな、これは。ここまで薬草が役に立つとは思わなかった。でさっきの宝箱自体はもう無視するから。あー、こいつ穴か。穴に落ちてみよう。おーおお、いきなりラーの鏡手に入れたよでもあっちもさ、宝箱あるよね。あれ欲しい。どこに落ちるんだこれ。ちょっと待ってね、一応ここにアイテムが落っこってないかだけ見よう。うん、ないね。左の宝箱取りたいんだけどな。これどこに行くんだ。全てを捜索しようとすると出たシャドウプラスゾンビマスターかよ。ゾンビマスターはまあそれなりにベギラマが通った気がするから、とりあえず唱えておこう。俺のマジックパーがなくなる。リデミト分くらいは取っておきたいんだけどね。シャドウはね、本当にヒャダルコさえ来なければ文句は言わん。きたヒャダルコ強い、マジ強い。ただ炎のブーメランになってだいぶ変わったな。でもザオラルー、ユズちゃんのなムチがななんか微妙なんだよな。
ずっとこれ使ってるからね。でここはまた薬草を使おう、2回使おう。ももちゃんにも使って、あかねちゃんにも使いましょう。ここ左行くとこっち行け、変わんねえしこれそのまま左に行ける。いやもうすげえ嫌な組み合わせだなこれ。1回メラミ唱えよう。通るかもしれないからね。通った、よし。キャダルコが唱えられたか。マジックパワーはすげえ吸い取られていく。意外にザオラル生き返らないね、かわいそうに。一個ずつまた薬草を使うか。キャダルコ一発で薬草一個分くらいにはなるからね、ダメージ量的には。これ回収して、ぬいぐるみなんやねん。宝はない。下は、あーこうやって通じてるだけか。ぬいぐるみって何？いやそれわかるけどさ152け、上がる。てかさ、あ、そっか、ももちゃんあれか、変わったぬいぐるみに。三河市の服より強いってどういうぬいぐるみなんだろうな。で宝箱があるね。ミミック何も考えずに取ったかな。これもうメラミ使おう。くらえ、効かない。じゃあイカズチのチェリコ、魔法トラック。ゆずちゃんから奪ってくれたのはまあいいかな。よし、ミカミックスがね眠らなければねもう大丈夫なはず。 OK。 まあ、ミミック倒してもね意味ないからね。インパス唱えよう。ちゃんとここはいくつ3も使うの。青く光っている、命の石。赤く光っている、さよなら。うわーガメゴンだよー。もうメラミ唱えよう。くらえ、効かない。うわー俺のマジックパーが全て吸い取られた、ひどすぎる。え、まだゾンビマスター倒せないの。よーし、え、ベホイフとかずるい。おお宝箱、ここをわりかし見に行くが多いからね。ただしかもまたこういうめんどくさいやつらが来たな。カズチのせい、よし全員倒した。バギバギの方が効率いいんだろうな。ゆずちゃん13とか8か。ベギ玉入れ、効かない。ももちゃんが20レベルか。ザオラルはまだ覚えないね。うわまたこれ怪しいな。インパスで見るか、青く光ってます。24ゴールド、一応これは見よう。
青く光ってます早手のリングで、これは怪しいでしょ。どう考えても赤く光ってる、青く光ってるね。よし、小さなメダルか。完全に誘導型だからなこれ。ガメコン2体とかもう嫌なんだけど、ここは草薙の剣を装備しようで、一発メラミにかけよう。入れば一発で倒せる。よし、あとはもう攻撃でいいわ。あかねちゃん急所って無理だったか。ぬいぐるみ3番目のぬいぐるみいいね。なかなか可愛いではないか。ああなるほど、それでここに出るのか。分かった分かった分かった。じゃあもうここは刃じゃなくて炎、要はないね。効かない。何珍しい。またマホトラ合戦だよ銃も奪われた。すげえマホトラ率高えな。そんなに奪わなくてもいいじゃん。まずマホトラでマジックパワーを調達しないといけないっていう設定も何気にうざいね。多分マジックパワーがあればマホトラ使ってこないから効かねえし。ももちゃんはゾンビキラーを装備させよう。自分は草薙の剣でいいや。ゾンビキラーは多分もうこの中に入っちゃったから。おお結構上がるね。であとはあの穴しかないからね。よしよしよし、じゃあちょっともうリレミトで出ちゃいましょう。はやてのリングすらね、豪傑は必要だしガーターベルトは必要だし、黄金のティアラか。黄金のティアラは絶対じゃないからな。だったらはやてのリング、いやこいつ速くなってもなっていうのがあるからな。どうしようかな。パワーベルトとかってどれくらい上がるの。体力が上がるのか。なるほどね、そういう方のパワーだったか。力の指輪、攻撃力7か。早手のリングで、まあ素早さもわりかし上がるけど、いやちょっと早手のリングにするか。で性格的なのはすばしっこい。ちょっと待って、すばしっこいもちょっと嫌だな、なんか。あ待って、ぬいぐるみを装備だ。黄金のティアラを装備と。よし、やっぱこれでいこう。グリズリーと魔法ババ、ベギラマー、そうか、ももちゃんゾンビキラーか。これはもう攻撃でいいでしょう。おお出現率が高いね。しかもコング、コング軍団はイカズチの杖を使っていこう。効かない。いや炎のブーメランいいね。もうミカミックスはずっとブーメラン要員だな。あかねちゃん20になったか。キャダルコ覚えたね。イオラはちょっと覚えさせたいな。順番に来てるからそろそろイオラは覚えると思うんだけどね。だってベギラマン覚えたでしょ、メラミも覚えたでしょ、キャダルコも覚えたってことは次イオラだよね。よしでどうするこれ、倒せるかな。
ももちゃん、ここでもぬいぐるみなんだ。じゃあとりあえず闇のランプを使って一回ボストロールに挑みましょう。夜になったところをここから忍び込むと。この隠し階段、あ、そっか、さっき一番最初調べた時、しかし何も見つからなかった的なメッセージが出てたから、あれか、一回捕まらないと無理なんだね。しかも最後の鍵ってさ、全ての鍵を開けられるってすごい万能だよね。鍵って一つ一つ形状が違うじゃないですか、普通に考えて。あれ、こいつがいるじゃん。私は眠っている。だからこれは私の寝言だ。確かに最近の王はおかしい。だが我々は王様には逆らえぬ。私はここから動けぬが、噂ではこの地下牢には抜け穴があるそうだな。え、こっから忍び込むんじゃないの？いけないんだけど。いや、普通に城から入っていいの？これはかなりのあれだな、ルーラで戻った方が早いんじゃないか。あ、そうか、ルーラで戻ると結局は朝になる。どっちもどっちだな。闇のランプどこだっけ。脇から入っていっていいのか。お城のガードも甘いよな。夜こそさ、ちょっと、あ、夜勤者を雇って。私はサイモンの息子、お、親父を探している。牢獄にいられた。サイモンに息子なんていたんだ。すげえ一般モブキャラだけどね。あ、兵士むしろいなくなってるし。お、こいつは何、つまみ食いしてんのか。もぐもぐ、お、まさにつまみ食いだ。おお、ちゃんとした食事をとっていない。それはしょうがないな。こいつまだ踊ってんの？何してんの？何のために踊ってんの？あれ、いけない。王様はすでにお休みだ。え？どうすればいいんだ？わからん。噂では魔王が世界を滅ぼそうとしている。すやすや。こいつは普通だな。この上は？ここに出てきました。あ、で、こっから行くのかな。なんかあるかな。レミラーマ大人よ。何にもない。で、王様がいると。とりあえずレミラーマ大人よ。キランキランキラン、お、いいね。ずるっこ、こん棒。こいつがこん棒持ってんのか。誰じゃわしを起こすな。むにゃむにゃ、明日にせえ、明日に。完全に寝てるな。普通夜に話しかけられたら死刑だろ。ラーの鏡誰が持ってんだ。こいつか。ラーの鏡を覗き込んだ。なんと鏡には眠っている化け物の姿が映し出されている。見たな。生きて返すわけにはいかぬぞ。えポストロール、ここは全員命令にしよう。で、俺は草薙の剣。ゆりちゃんはまあ攻撃しかないよね。まずルカニだね。こいつはどう考えても攻撃タイプだからスケルトで固めよう。ガーけ、ルカナを捉えてくるのか。しかしそんなものは効かん。け、こっちも効かねえし。やっぱりちょっと回復はしておかないといけないんで、ベホイミで回復しよう。ぬいぐるみちゃんを。よしよし、スクルトが先に入った。2回攻撃か。しかし前衛2人は大丈夫だね。あとはいかにしてルカニで下げられるか。スクルトはもう4回唱えよう。
4回まで確か入るはずなんで、うわそれでも30か。1回でもいいからルカに聞いてくれ。聞かない、完全に聞かないか。もう1回だけ唱える。ルカナンが聞くとかそういうのはあんのかな、ちょっとわからんな。ルカナンにしてみようか。いや唱えてくるの。153下がったとか、めちゃくちゃ下がったな。聞いたなぜかルカナンは聞いたな。ルカナンにしようじゃ。でスクルトはちょっと唱えておかないと、ももちゃんがまずい。うわももちゃんのスカナでよかったか。ルカナン聞かない。たまたまか、さっき聞いたのは。やっぱりまあ、まだいけるね。ひたすらルカナンにしようじゃ。なんとなくでスカラをももちゃんにしよう。うわももちゃんを次回復させないとまずい。もう一回下がってくれ。あすげえたまたまっぽいな。ベホイミで回復させよう。メラミを唱えよう。もうくらえ、聞かない。もう聞かなすぎだろう魔法が。ミカミックスを回復させよう。でアカネちゃんヒャダルコは、じゃあもう、うわー下がった。ヒャダルコは聞く。でどうしようかな。マヌーサとか聞くのか。絶対聞かない知性はなさそうだからな。うわー50すげー下げられた。聞かないよね、そりゃ聞かないわ。ちょっと待って、これは回復をしておこう。でスクルト、よしよし、前衛に来る分には大丈夫だね。ルカに作ると、誰がどんだけ守備力あるんだか分かんなくなってきたなとりあえずミカミクスは全然食らわない。いや本当に効かないわ。すげえたまたまだったんだな。やることがないね。魔法トーンとかさ効くのか。どうしようかな。ヒャダルコでいこう。攻撃に転じよう。うわ下げられた。魔法トーンこれ効いてくれればね全然ダメか。まコツ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 回復させていくか。いやー鬱陶しい。まあ死ぬことはないね。全体攻撃をしてくるわけじゃないんでそれは大丈夫そうだけど、長期戦にはなってるね。まあ、マジックパワーの方も大丈夫だと思うけど、ミカミックスがそれなりに食らうようになったな。やはり防御力がだいぶ下がってるか。うわやばい。オッケー625これもうボスが経験値持ってなさすぎでしょう。己がミカミックスによって偽の王様は倒され、すぐさま本物の王様が助け出された。そして夜が明けた。ここから変幻の杖を見つけた。いやいや、あなた様は本物の王様を助けていただき本当にありがとうございます。てかさ、夜が明けたってさこいつ一晩王様の部屋で過ごしたの。
再びここに座れるとは思わなかった。心から礼を言うぞミカミックス、次のレベルはこうじゃと。よし、じゃあ今回はここで終了しますか。まだあのヤマタノオロチが残ってるんでね、あいつがほんと強いから、まあ次回はヤマタノオロチを倒していきたいですね。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。